感想戦に入られる前に先に主催者インタビューから先に入らせていただきます。スポニチのダディと申します。よろしくお願いいたします。先に語れた佐々木八段にお伺いいたします。本局振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、まあ、振り飛車に対してこの王将リーグでは結構急戦を指してたので、今回は穴熊の持久戦を目指してまた違う将棋をさせてみようかなと思いました。検討室で中盤あたりの佐々木八段の角の使い方がすごく良かったというような話も出ましたけれども、今局での勝ちを意識した場面というのはいかがでしょうか。7五歩から5二角で、そうですね、こう攻めの筋に入ってきたかなという感じがしました。ありがとうございます。今期王将リーグ振り返ってみていかがでしょうか。そうですね、厳しい戦い、1勝5敗だったんですけれど、負けても次の対局があるということで、非常に勉強になる6回戦でした。来期は2時からの挑戦となります。抱負とファンの方へのメッセージをお願いいたします。そうですね、またこの王将リーグを目指して、2次予選戦っていきたいと思います。ありがとうございます。続いて羽生九段、よろしくお願いいたします。今局の振り返りをまずお願いいたします。そうですね、振り飛車を指してみたんですけども、ちょっと模様の取り方が難しかったですね。なんかちょっとずつ悪くなってしまったような気がします。四間飛車を指したのは手元のデータだと5年ぶりということなんですけども、今回指された狙いというのはいかがでしょうか。ちょっと序盤の数手で飛車振ろうかどうか、いろいろ考えてたんですけど、ちょっと一度この形やってみたかったんで、やりました。形勢が厳しくなったなと感じたところはどこでしょうか。そうですね、時計に言うと引かれてちょっと悪いかなと思いました。ありがとうございます。今期リーグの振り返りをお願いいたします。そうですね、やっぱりいろいろミスがあったんで、反省材料の多いリーグだったなと思っています。ありがとうございます。最後に、来期の、抱負、ファンの方へのメッセージをお願いいたします。そうですね、また新たな気持ちで来期は臨めたらいいなとも思っています。ありがとうございます。それではインタビューを取ります。ありがとうございました。よろしかった。
あー、そう、7八銀と4二角とかなんですか。しかし、なんかそのとこか。でもなんかここあんまり引く気にならないですよね。